はい、こんにちは。リュウハリキュー整体の笹原です。今回のテーマは3ヶ月以上続く辛い膝の痛みから解放される方法ですね。こちらについてお伝えの方をしていきます。で、結構膝の痛みって最初甘く見てると思うんですね。なんか痛いけど、まあそのうちほっとったら治るやろと結構思ったりするんですけども、それがなかなか治らないで、治らないとなると病院行かれたりとか、整形外科行かれたりとか、あと整骨院とか行かれたりですね。そこでまあ注射を受けるとか、湿布を貼ってもらうとかですね、まあ、マッサージを受けるとか、まあいろいろして、まあその場合いいんやけども、また痛なる、そういったのを3ヶ月以上続いてくると結構不安になってくると思うんですね。で、この動画をご覧のあなたっていうのもきっともう何をしても良くならず、すごく不安が高まってしまって、まあ、これから歩けなくなるんじゃないかなとか、もう将来的な不安も結構感じてしまってると思うんですね。なのでこの動画ではそういったも膝の痛みが3ヶ月以上続いてしまう理由っていうのをお伝えして、それから抜け出す方法ですねっていうのをお伝えしていますので、ぜひ、まあ、この動画を最後までご覧になっていただいて、今日から実践してですね、実践してもう不安なく立ったりとか歩いたりできるような状態まで回復していただければなと思います。では早速その方法についてお伝えしていくんですけども、この方法っていうのは基本的になかなか誰もやらないです。その誰もやらない理由っていうのは結構めんどくさいことなんですね。めんどくさいことなんですけども、これを素直にやった人っていうのはもう3ヶ月以上とかじゃなくて、例えばもう何十年も痛い人っていうのがこれを実践することによってその痛みから解放されたというケースももうたくさん見てきた方法なんですね。ではその誰もやらないめんどくさいことやけども、やるとすごいパワフルな方法っていうのは何なのかというと、日記っていうのをつけて痛みの変化にフォーカスする習慣をつけるということですね。で、これを聞くとちょっと動画を求めてちゃうチャンネル行きたくなるかもしれないですけども、そこちょっと我慢してもらって、本当これが分かってないと痛みの根本っていうのが解決されないので、ぜひ今日からでもやる習慣っていうのをつけてほしいです。ではどうやって日記を活用すれば痛みが解決されてくるのかというと、まず膝が痛いっていう一括りにするのではなくて、痛みっていうのを細かく分類分けするようにしてほしいんですね。例えば朝立ち上がる時の膝の痛みが一番強いとかですね。で、その痛みを10段階で、例えば10ってつけておくとかですね。あとはその10の痛みっていうのをお昼になるとちょっと落ち着いてくる。それが10段階で、例えば6とか7とかですね。あと歩き始めっていうのは8ぐらい痛い。で、その痛いのが10歩、20歩目までは結構痛いけども、そっから痛みが落ち着いてくるとか。あと痛みがお風呂に入ると楽になる。楽になるけども、夜寝てる時にちょっと寝返した時に痛みを感じるとかですね。そういった形で痛いだけではなくて、その痛みでもその日常で細かくこうやって分かれてくると思うので、それを細かく日記として書いておいてほしいんですね。で、その1日のその痛みの流れっていうのを書いてもらって、次に何してほしいのかというと、先ほど説明した中で楽に感じることがあったと思うんですね。例えばお風呂でぬくめた方が楽とか、動かさないよりも動かした方が楽になっていくとか、そういった痛みが10段階でも6とか7とかですね、そういった形に変化するような状態があったら、それをまずは続けてやってみるってことです。例えばお風呂でしっかり体をぬくめるとかですね、それ以外の時でも膝周りに何か保温のためにサポーターしとくとか、回路を貼ってみるとかですね。あと動かして楽な場合っていうのは、ちょっと関節動かす量を増やしてみるとか、例えば寝ながらこうやって関節曲げ伸ばしをしてみるとか、あと自転車を漕いでみるとかですね、そういった形で楽になるような行動の量っていうのをまず増やしてみてほしいんですね。で、その楽に感じることっていうのを継続して毎日ですね、毎日やっていってもらって、先ほど細かく書いた痛みの状態っていうのがどういう風な形で変わったのかっていうのを日記として書くようにしてほしいんですね。例えばそういった行動を毎日すると、朝起きる時の辛い痛みの自分のような形が例えば8になるとか、あと夜寝れなかったのがちょっと寝れる時間が長くなったとかですね。で、そういった痛みが変化した部分ですね、その痛みが変化しても同じ痛いっていうのも変わらないんですけども、この痛みがちょっとの変化したってことは、今やってる行動っていうのが正しいっていうのが分かるんですね。それが人間っていうのはやっぱ忘れる生き物なので、例えば朝起きる痛みが10やって、それが6になっても6痛いから治ってないっていう風に捉えてしまうんですね。あと例えば夜寝れなかったのが寝れるようになったけども、歩く時に痛いって結果があるから結局治ってないっていう風に捉えてしまったりするんです。で、これって実はすごくもったいなくて、痛みが変化してるってことは、このやってる行動っていうのが正しいってことなので、それを
続けてやり続けることによって痛みが解消されるんですけども、ここがあのやっても結局痛いから治らへん、じゃあなんかちゃうことせなあかんと思って全く見当違いのことをしてしまったりするんですね。例えばせっかく動かして楽になってきてるのが、動かしても痛いからあかんねやと思って安静の量を増やしてしまうとか、あと注射を打つとかサプリメント飲むとか、まあ、そういった全く見当違いの行動になってしまったりするんですね。なので痛み解消の一番大事なのは、痛いからどうこうではなくて、痛いけどもこうやってやることによってどう変化しましたっていう部分を見ていって、それで何が良くて何が悪いかっていうのを自分自身で判断する。でそのいい変化してていい部分をちゃんと続けていく、これが痛み解消には本当重要なんですね。それが日記をつけないと、どうしても人っていうのは今自身の痛いって感じる部分を見てしまって変化にフォーカスできなくなりますので、ぜひ今日からでも日記をこう細かくですね書いてもらって、でご自身が今日何をしたのか、温める時間を増やしたのか、歩く時間を増やしたのか、自転車漕ぐ時間を増やしたのか、そういった何の行動をしたのかっていうのを書いていく。それによってどう毎日書いていく中で変化するのかっていうのを見ていく。でそれで変化があっていい部分っていうのは残して継続していく。でやって悪化するとかちょっとダメやなって感じる部分は変えていくとかですね。それを繰り返すことによって慢性的な痛みっていうのはちゃんと解決されてきますので、ぜひ今日からでも日記ですね、めんどくさいと思うんですけども、やっぱ自分自身の体を自分で理解するっていうのは本当大事ですので、ぜひ今日から日記つけていただいて、3ヶ月以上続く、でも3ヶ月と言わずもずーっと痛みが続いている人の痛み解消につなげていただければなと思います。でもこの動画が参考になったという方はグッドボタン、またチャンネル登録もお願いします。